消えたマジシャンの秘密を追え。彼の名はセロ、マジック界のカリスマとして知られ、驚異的な技術で観客を魅了し続ける男です。今回の動画では、彼の波乱万丈なキャリアとその背後に隠された物語を紐解きます。まずは彼の出発点、1994年のフィズロック横浜大会から始まります。この大会で彼は19歳という若さでイリュージョン部門の頂点に立ちました。そして2004年にはフジテレビのマジック革命セロで一躍スターとなり、その独創的なマジックで多くの視聴者を魅了しました。しかしセロさんの道のりは決して順風満帆ではありませんでした。2014年、生放送中に起きた放送事故は彼のキャリアに暗い影を落としました。放送中のアクシデントでマジックが失敗し、多くの視聴者の信頼を失ってしまいます。この出来事がどのように彼の人生を変えたのか、その真実を探ります。さらに現在のセロさんの活動にも迫ります。放送事故を乗り越えた彼は再びマジック界に戻り、国内外で新たな挑戦を続けています。彼の現在のプロジェクトや未来に向けた野望についても紹介します。セロさんの壮絶なキャリアと再起のストーリー、そして彼がどのようにして再び舞台に立ち続けているのか、マジック界のカリスマセロの知られざる一面をお届けします。それではセロさんの生い立ちと初期のキャリアについてから始めましょう。セロさんは日本人の父親とフランス系の母親の間に生まれたハーフです。父親は沖縄県のラキリン村出身で、セロさんは2歳から4歳までの間おばあちゃんに育てられました。幼少期にはロサンゼルスに戻り、その後も夏休みにはおばあちゃんの家で過ごすことが多かったようです。6年生の時には日本の小学校に短期間通った経験もあり、日本語が非常に堪能であることが知られています。セロさんのマジックの才能が開花したのは10歳の頃でした。彼は10歳でマジックを始め、わずか2年後の12歳の時にはマジックキャッスルのジュニアメンバーとしてフューチャースターの経歴を持つことになりました。この時点で彼の実力はすでに素晴らしいもので、小さい頃は問題児だったというエピソードもあります。15歳の時には学校を強制退学させられ、さらに16歳の時には自主退学しています。この問題行動には両親も困惑していたようで、父親はセロさんを沖縄に送ることを考えました。その後セロさんは日本国内のマジック団体に加盟しようと挑戦しましたが、全く相手にされず、ストリートパフォーマーとして貧しい生活を送る日々が続きました。そんな中17歳の時に転機が訪れます。裕福な日本人のビジネスマンに気に入られたセロさんはホテルの結婚式などでパフォーマンスを行うようになりました。これを機に彼のキャリアは大きく進展していきます。1994年、セロさんは19歳の時にフィズロック横浜大会のイリュージョン部門で1位を獲得しました。この優勝が大きな転機となり、2004年からはフジテレビ系でマジック革命セロという番組がスタートしました。この番組でセロさんは瞬く間に有名になり、そのスタイリッシュなマジックとイケメンのルックスで多くのファンを獲得しました。彼のマジックは2次元や3次元を自由自在に操るものとされ、その独自のスタイルは多くの視聴者を魅了しました。セロさんの生い立ちと初期のキャリアについては、彼の多彩な才能と波乱万丈な学生時代が特徴的です。問題児だった過去を乗り越え、マジックの世界で成功を収めた彼のストーリーは視聴者にとっても興味深いものでしょう。次はセロさんのテレビ業界での成功と有名番組についてです。セロさんが初めて日本のマジック界で大きな注目を浴びたのは、1994年に19歳でフィズロック横浜大会のイリュージョン部門で1位を獲得した時です。この勝利が彼のキャリアにおいて重要な転機となり、その後の成功への道を切り開くこととなりました。彼の名声はここから急速に広がり、2004年にはフジテレビ系でマジック革命セロという番組がスタートします。この番組は彼のスタイリッシュなマジックと独特のパフォーマンスで多くの視聴者を魅了しました。マジック革命セロはセロさんのマジックを中心にした番組であり、その革新的なマジック手法とエンターテイメント性が特徴でした。セロさんの魅力は単にトリックの巧妙さだけでなく、彼自身のカリスマ性とパフォーマンスのスタイルにもありました。彼は2次元や3次元を自由自在に操るかのようなマジックを披露し、その独特のスタイルは多くの視聴者に強い印象を残しました。2008年にはセロさんはデビッド・マメット監督の映画 REDBELT と傷だらけのファイターに出演し、映画界にも進出しました。同年の5月31日には
埼玉スーパーアリーナで開催された MTV ビデオミュージックアワードジャパン2008で司会を務め、そのマルチな才能をさらに発揮しました。彼の司会ぶりは多くの観客を楽しませ、彼自身の多彩な魅力を示す機会となりました。セロさんのマジックは、常に驚きと感動を与えるものでした。彼の技術は非常に高く、他のマジシャンからも尊敬されていました。セロさんのマジックは、シンプルでありながら観客を引き込む力があり、どのパフォーマンスも驚きに満ちていました。特に、セロさんがテレビに登場するたびに、多くの視聴者がそのマジックに驚嘆しました。セロさんの成功は、彼が単なるマジシャンにとどまらず、エンターテイナーとしても高い評価を受ける要因となりました。テレビ番組マジック革命セロの成功を皮切りに、映画や音楽番組の司会など、多岐にわたる分野で活躍を続けました。これにより、セロさんは日本国内だけでなく、国際的にも知名度を高めることになりました。このように、セロさんのテレビ業界での成功は、彼のマジックの才能とパフォーマンスのスタイル、そして多岐にわたる分野での活躍によって築かれました。彼の名声は今もなお、多くの人々に記憶されています。次はセロさんの放送事故とその影響についてです。2014年、セロさんは生放送中に重大な放送事故を経験しました。この事故は彼のキャリアに大きな影響を及ぼしました。事件の舞台となったのは日本テレビ系のザ・ファクターという番組です。この番組ではセロさんが生放送でマジックを披露していましたが、思いがけない出来事が起きました。その日は、セロさんが平愛梨さんをゲストに迎え、トリックを披露する予定でした。しかし、マジックの一部であるカードトリックが失敗し、平愛梨さんがマジックの種をばらしてしまうというハプニングが発生しました。この放送事故は視聴者に強い衝撃を与え、瞬く間にネット上で話題となりました。この事件がきっかけで、セロさんのイメージは大きく損なわれました。マジシャンとしての信頼性が揺らぎ、彼のパフォーマンスに対する視聴者の期待も低下しました。ネット上ではセロさんへの批判が相次ぎ、彼のマジックに対する不信感が広まりました。また、一部の視聴者からは、マジックそのものへの興味を失う声も上がりました。放送事故後、セロさんは一時的にメディアから姿を消しました。この間、彼は自身のマジック技術やパフォーマンスの再評価を行い、新たな挑戦に向けて準備を進めていました。セロさんはこの経験を通じて、自身のキャリアを見つめ直し、再起を図ることを決意しました。放送事故が与えた影響は計り知れませんでしたが、それでもセロさんは決して諦めることなく、新たなステージに挑戦し続けました。彼の再起に向けた努力は、多くのファンや業界関係者からも注目されました。以上が、セロさんの放送事故とその影響についての具体的な事実です。最後はセロさんの現在の活動と将来の展望についてです。セロさんは、放送事故の影響を乗り越え、再びマジック界で活躍を続けています。彼は現在、国内外で数多くのショーやイベントに出演し、その実力を再認識させています。特に、アメリカやヨーロッパなどの海外での公演は非常に成功しており、多くのファンを魅了しています。彼のパフォーマンスは言葉を超えて観客に感動を与え、国境を超えた人気を博しています。セロさんの現在の活動は、マジックショーだけに止まりません。彼は多くの有名ブランドとコラボレーションを行い、マジックを通じた商品プロモーションなども手掛けています。例えば、著名な時計メーカーやファッションブランドとのタイアップイベントでは、彼のマジックが商品の魅力を引き立てて、多くのメディアで話題となりました。また、彼は教育分野にも関心を持っており、若手マジシャンの育成やマジックスクールの設立など、後進の育成にも力を注いでいます。さらに、セロさんは日本国内でも活躍を続けています。彼は多くのバラエティ番組やトークショーにゲスト出演し、そのカリスマ性とトーク力で視聴者を楽しませています。特に、日本の伝統文化とマジックを融合させたパフォーマンスは非常に高く評価されており、多くのイベントでその技術を披露しています。例えば、茶道や書道とのコラボレーションによるパフォーマンスは、観客に新たな感動を与えています。セロさんの将来の展望についても、多くのプロジェクトが進行中です。彼は新しいマジックの開発に余念がなく、常に新しいアイディアを追求しています。彼の目標は、マジックの可能性をさらに広げ、観客に驚きと感動を提供することです。また、彼は自身のブランドを確立し、マジックを通じたエンターテイメントの新しい形を模索しています。これには、デジタル技術を駆使したマジックの導入や、
VR 仮想現実を使った新しいパフォーマンスの試みなどが含まれます。セロさんの現在の活動と将来の展望は、彼のマジックに対する情熱と絶え間ない努力の結果です。彼は常に進化を続け、観客に新しい驚きを提供し続けています。彼のこれからの活躍に注目が集まるのは間違いありません。ここまでご覧いただきありがとうございました。セロさんの波乱万丈なキャリアと驚異的な再起の物語をお届けしました。彼の成功の裏には多くの困難がありましたが、そのすべてを乗り越えて再び舞台に立つ姿は感動的でした。動画を見てセロさんのどのエピソードが一番印象に残りましたか？彼のマジックに初めて魅了された瞬間、生放送中のアクシデント、その後の復帰の道のりなど、皆さんの感想をコメントでお聞かせください。どんな意見でも大歓迎です。またセロさんのマジックを生で見たことがある方や、彼のショーについての思い出がある方は、ぜひその体験もシェアしてください。他の視聴者と一緒に語り合うことで、さらに動画を楽しんでいただけると思います。次回の動画でも皆さんに興味深いエピソードや知られざる事実をお届けする予定です。チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると励みになります。セロさんのようにどんな困難も乗り越えていく姿を見習い、皆さんも日々の生活に役立てていただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。